千葉県一宮町のサーフィン会場の近くに社会部の山木翔洋記者です。山木さん、今の状況をお願いします。はい、サーフィン会場の近くの海岸沿いです。まあ、かなり強い風がずっと吹き続いているんですけれども、海見てみます。と分かるように白波があちこちに立っていて、防波堤の方に目を移すとこう。高い波が打ち付けてまあ、しぶきが強い風に流されている様子が分かります。はい。 ま地元の方に、まあ、サーファーの方に話を聞いてもです、ねまあ、台風の影響からかこう波が崩れてぐちゃぐちゃだという話がありました、まあ、要するにあの白波が立っていて一つ流れの波ではないということだそうです、まあ、明日の,この千葉の天気の予報ですけれども風は最大瞬間風速30メートルが予想されています、まあ、さらに海の状況は一日中波が高い予想が出ていて、まあ、海上では5メートルのしけが予想されています その中で組織委員会は明日のサーフィン競技のスケジュールについて予定通り実施朝の7時から行うということにしていますしかしです、ね、この台風が競技日程にどう影響を及ぼすのか競技関係者は気にかけている状況です。